もしかして回ってる？はじめましての方も、顔なじみの方も、こんばんは。案内役のミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ごめんなさいね。大事なこと伝えておかなくちゃ。実は飛び入りで特別ゲストに来てもらいました。この特別ゲスト、一見普通の高校生たちなんだけど、驚かないで。なんと世間を騒がす怪盗なんですって。しかも金品じゃなく、人の心を盗む力があるそうよ。聞いただけで規格外の男じゃない？いいわ、人間全然ありね。こっちの話です。とにかくいろんな素養がある人に競い合ってもらった方が盛り上がりますよね。果たして怪盗少年はどんな活躍を見せてくれるのか、それはテレビの前にいるあなたの応援次第。もしかしたら私の心も盗まれちゃったりするのかしら。彼らの活躍を応援したいという方は、バベルコロシアムモードまでお越しください。では挑戦者の皆さん、ガチの戦い期待してます。ちょっと出してよ。おい、どうなってんだこれ。なんで俺らこんなクソ狭い部屋に閉じ込められてんだよ。何が起きたんだ、全く思い出せないぞ。ねえ、向こうに見えるの何？あれ、石の塔？ここはパレスなのか。こんなわけわかんねえとこ、パレスやメメントスじゃなかったら何なんだよ。待って、何か聞こえない？これって視界？っていうか実況？バベルの頂上を目指していて、これあの高く積まれた石の塔がバベルというものなのか。見て、あそこ塔の一番下、ジョーカーがいる。ジョーカー、大丈夫なの？返事して。あ、私たちの声は聞こえているみたい。実況的にはあの塔の頂上に行かないと私たちここから出られないっぽい。んだよそれ、一体誰がこんなことしやがった。それを探るためにもあの塔を登る必要があるってことかもね。すごい高さだけど、ジョーカー一人で登れる？信じて任せるしかない。俺たちにできるのは口惜しいが応援くらいか。いや、こういう場面で声かけは超大事だから。ソースはゲーム。こうなったら全員で声出していこう。頂上を目指して頑張っていこうぜ、ジョーカー。よし、ショータイムだ。ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。チャレンジモードが楽しめます。限られたアイテムを使ってパズルを極めましょう。二人でバトルモードが楽しめます。さまざまなパズルを舞台に勝者を決めましょう。ネットワークでつながった相手とパズルが楽しめます。フレンドとは協力プレイも可能です。ゲームの各種設定を変更します。
ーリーが。ゲームの各種ストーリーが楽しめます。新しくストーリーを始めます。前回の続きからストーリーを再開します。新しくストーリーを始めます。主人公と簡単な悪夢に挑みます。パズルの難易度が低いので安心してプレイできます。主人公と安全な悪夢に挑みます。パズルで主人公と危険な悪夢に挑みます。パズルに手応えを求める方は挑戦してみましょう。主人公と究極の悪夢に挑みます。高難易主人公と主人定番の味がお好みならこちら。シンプルな形の個性ある味がお好みならこちら。変わった形の石が行く手を阻みます。定番の味がお好みならこちら。シンプルな形の石が行く手を。それではキャサリンフルボディの世界をじっくりとご堪能ください。やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見たとき、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。
間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。落ちて死ぬ？マジかよ。足場が下から崩れ落ちている。急いで上に登っていこう。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる。動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違った時は L1 ボタンでアンドゥーすればやり直せるぞ。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。アンドゥー。フッ
よし、動かねえ。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけつながる？どういう意味だ。石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。石を変でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。よし、ゲット。お困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。よし。どうやっても登れないときはアンドゥで巻き戻すのも手ですよ。ではミスをしてもアンドゥで巻き戻る。ただしアンドゥの残り回数がゼロの時はゲームオーバーに。アシストを有効にすれば最後の到達地点まで自動で登らせることができる。リトライアシストはポーズメニューにあるコンフィグで設定を変えられるぞ。時はアンドゥで巻き戻すのも手ですよ。動かねえ。
やっても登れないときはアンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。どうやっても登れないときはアンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。アンドゥー、パーズ。よし、ゲット。よし、ゲット。ラッド。フッドッチ。フッドッチ。よし。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし、ゲット。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。アンドゥー。アンドゥー。生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。
画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。出れるってことか。墓地から逃げ切るなんて。さあ、新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。ひでえ夢。もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか？あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です、今出ます。はい、あの、すみません。ねえ、聞いてる？ねえ、ってば。ちょっと、聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。
何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ。え、そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あ、どうだったっけ。こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。の若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。あえのせ、始まってるから。おい、さあ、ビール2つで。はい。皆さんもさ、最近やたら親が電話してくるって言ってね。何も気にしてないって言ったんだ。ウェザーだろって普通ね。え先輩、まあ、それとどうなの。つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの。やっぱそう思う。他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや待てって、ジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか。そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら。だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。お、面接どうだった。マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。もう落ち着いたのか。はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか。ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？ポールって、あのポール。ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ。事故か。いや、朝部屋で死んでんの母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。怖え、マジっすか。明日の朝俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。ったく、トビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよねなんだよそれ超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてねえけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。え、おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。
それにこんな話また心配かけちまうし。ああたく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。うん、おう、じゃあまたな。雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし、っていうか誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます。助けてもらって、それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。You got a mail. まあでは、時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。出現したり行動したりすると謎のメーターが現れ、針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。覚えておこう。とは思ってたけど、仕事変わったばっかだし苦労はかけたくないよな。急に親の話とかって彼女らしくないよな。 You got a mail. なんだか今日は帰りたくないな。
電話だ。キャサリンか。もしもし、ヴィンセント？私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。なんだ、そんなことか。そんなことって何よ。残念じゃなかったわけ？いや、別にそうは。もういい、かけて損した。おやすみ。あんま遅くまで飲んでちゃダメよ。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずコロッと言っちゃうという、理想の声のタイプを選んでください。セーブしますか？新しい出会いか。特に記憶を失った迷い子、気になるね。これから始まる罪人監獄も、迷い羊が囚われた運命の牢獄さ。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後、あーくそ、思い出せねえ。どうなってんだ。なんだ、昨日の死にか。その声、昨日の。いいか、ひび割れた石には注意しろ。何度か乗ると崩れちまうぞ。マジか。ひび割れた石や動かせない石など、石には特殊な効果を持つタイプが存在する。初めて見る石には注意しよう。よし、ゲット。よし、なかなかだな。よっよっ。
し、はっ、トト、よし、ゲット、はっ、トト、よし、ゲット。石にぶら下がれるだろう。こいつが結構役に立つはずだ。歩いて行けるルートが見つからないときは、ぶら下がった状態になって探してみよう。石を引いたときに自分の足場がなくなるとぶら下がり状態になる。ぶら下がり状態なら歩いて行けない場所にも簡単にたどり着けるぞ。よし、ゲット。アンドゥ、よし、よし、ゲット。まだ生きてるみたいだな。先が見えないときは周りをよく見回せよ。石を引かなくても足場がない方向へ飛び降りれば簡単にぶら下がり状態になることができるぞ。ぶら下がり移動はとても重要なテクニックだ。これを機にしっかり身につけておこう。よし、ゲット。よし、ゲット。マフラーを手に入れるとゴールに到達するまでの間、アンドゥーの上限数が一時的に増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。よし、ゲット。よし、なった。絶対逃げ切ってやる。よく頑張ったな。上の踊り場で会おう。そこにみんなもいるからな。みんなって誰だよ。 おい待ってくれよ。チェックポイントを通過すればそこからリトライが可能になる。見つけたらできるだけ通過しておこう。よし、よし。よし、ゲット。とても叶わない。よし、ゲット。エッジ、アンドゥ、よっ、エッジ、エッジ、ハッ、エッジ、よっ、ハッ、せーの、よし。どうやら生き延びたらしいな。誰だ、羊。そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ。ここは一体どこなんだ。さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される。ここを一度でも見たが最後、毎晩のように来ることになる。毎晩？嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。上へ登れば助かるのか。確証なんてない。だが向こうを見てみろ。金があるだろ。まるで聖堂だ。聖堂？一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、
ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい、マジかよ。踊り場では記帳台で記録したり、他の羊と対話したりできる。羊たちに積極的に話しかけてみよう。アイコンがピンクの時は新しい話が聞けて、グレーの時はこれ以上話すことがないサインだ。正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは、見上げた人格者じゃないか君。そうだ、そんな君には油田をやろう。油田？ほっと、いつもの癖が忘れてくれたまえ。君も早く生きたまえ。ここにいては死んでしまうよ。ふんふん。何なんだよここは。なんでこんな場所に連れてこられた。わかんねえ、俺も同じで。なんだよこの檻はよ。なんで羊が入れられてんだよ。もうたくさんだ、早くこっから出してくれ。こんな登り方も使えんじゃねえか。俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだ、グレートだろ。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。お、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。 OK、 見つけたらすぐ俺に教えろよ。俺は命令だからな。次、使ってみたいですね。私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。クソ、誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえも叩き落としてやっからな。落ち着けって。そう言って俺を油断させるつもりか。そんな手に乗るもんかよ。みんな自分だけ助かりたいんだ。俺だって誰かに突き飛ばされた。次は俺が突き飛ばさないと死ぬ。みんな自分だけ助かりたいんだ。うわっ。
どこだここは。何なんだこの汚い羊どもは。こっちが聞きてえよ。なああんた、なんか知らないか。上へ行けって。てか上に何があんだ。勘弁してくれよ。次使ってみたいですね。どうせみんな死ぬんだ。それなら早い方が楽でいいよな。そっちの部屋、誰かいるんだろう。まずは座りなよ。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。国会の部屋へようこそ。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界はね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい。どのみちあんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。はあ、ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。そっちを選ぶんだ。それぞれなもんだね。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのかを。じゃあ次の試練に向かおうか。うわあ！何なんだよ今度は一体。まだ続くのかよ。よし、ゲット。少しは慣れてきたか。慣れるかよこんなの。とっとと先行かないで助けてくれよ。悪いがこっちも必死なんだ。そうだ、登っている途中不思議な道具が手に入ることがある。道具？なんだか知らないが覚えとくよ。アイテムは一つしか持てないが使い方次第ではとても役に立つ。使いどころを間違えてもアンドゥーで巻き戻せるので積極的に活用していこう。よし、白い石を使うと足元に 3×3 の白い石が出現する。石を引けないような狭い場所でも足場を作ることができるぞ。よし、ゲット。
手押しゲット。ふっ。Edge。Edge。Undo。と。手押しゲット。ようやくか。あと少しだ。よし、ゲット。エッジ。エッジ。アンドゥ。エッジ。よし。よし。エッジ。エッジ。よし。どうしても困ったときはアンドゥすると良いかもしれません。アンドゥ、アンドゥ。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。ちらほら見えてきたな。ここからは争いも激しくなる。ここは弱肉強食の世界、譲り合うゆとりなんかない。とにかく何が出てきても焦らず慎重に登ることだ。何なんだよここは。どこまで続いてんだ。さあな、こっちが聞きたい。よし、ゲット。よっ、取ったか。ないときはアンドゥで巻き戻すのも手ですよ。よっ、エッジ。よし。アンドゥ。使っちまえ。エッジ。生き延びたようだな。あんたか。そっちも無事だったんだな。なんとかな。しかしここまで来る間に何人が命を落としたやら。何人って。前に言ったろ、ここではなぜか自分以外は羊に見えてしまう。ここの羊たちは本当はみんな人間なんだ。おそらく何か理由があって連れてこられてるんだろう。理由なんだよ。理由ってなんだってこんな目に。さあな。ただなんとなく心当たりはある。心当たり。憶測の話はよそ、混乱するだけだ。今は次のことを考えた方がいい。そろそろでかいのが来そうだって噂してるやつもいるしな。気をつけろよ。でかいの。もっともお前は随分慣れてきたようだ。
もう俺が教えてやれることはない。そんなことないって。もっといろいろ教えてくれよ。運が良ければまたどこかで会おう。じゃあ待ってくれよ。踊り場では石を登る技の情報が手に入る。闇雲に石を動かしても脱出は不可能だ。ここで登り方を学んでいこう。ひらめいた技は羊たちが貴重台にメモしてくれているぞ。いや、次も頑張ろうな。羊野郎に励まされてもな。でもまあ、そうだな。コックやってるよりは、ちっとはマシか。悪い、よく聞こえなかった。ロック？はぁ？んなこと言ってねえ。コックっつったんだ、コック。耳掃除サボってんじゃねえよ。悪い。怒鳴って悪かったよ。でも耳掃除はちゃんとしとけ。金でか。おや、あなた、ズバリ初めて見る顔ですね。早速ですがコインは持ってます？ほら、登ってる時に落ちてるでしょ。私にコインを払えば便利な道具と交換してあげましょう。え、そうか、コインなんかより道具の方がずっと。私はここで金を集めてます。金で買えない命はない。これうちの営業所に貼ってある標語なんですけどね。世の中金で買えないものはない。金さえあれば何事も思うがままです。そして光り輝くコインはまさに金そのもの。それならこの悪夢もコインを積めば助かるとは私の想像ですが。想像かよ。どうしてもステージをクリアできないときはコインでアイテムを買うこともできる。もうアイテムを持っている場合は買ったものと入れ替わるので注意しよう。ただし買い物をするとハイスコアに対するプライズが獲得しにくくなることは覚えておこう。道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。白い石は足元に白い石を作り出せるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ。失礼、またお待ちしていますので。おや、またいらしたのですか。白い石は足元に白い石を作り出せるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ。失礼、またお待ちしていますので。なあ、お前も同じなのか。誰かにはめられた。選ばれた理由ってなんだ、知ってるか。おい、どうすれば助かるんだよ。あんなのもう登れねえよ。俺だって同じなんだ。そんなにわかるわけねえだろ。いいか、行きたいなら登れ。それ以外ねえよ。そうだな。落ち着け、落ち着け。俺、さっき俺を突き飛ばしたのはおめえか。羊の分際で生意気なんだよ。次はてめえを落としていくからな。おい、ここの羊たちはみんな人間だって話だぞ。知ったこっちゃねえよ。自分が助かるのが一番大事だろ。よくねえよ。いいとか悪いじゃねえだろ。生きるか死ぬかだよ。情けかけて死んで誰が褒めてくれんだ。誰がどうなっても俺だけは生き延びてやるからな。ちょっと落ち着いてきた。ありがとうな。さっき見つけたんだけどよ。おお、お前前に会ったか。俺が見つけた技で生き延びやがったな。いろいろ教えてくれよ。よしよし、またグレートな技を教えてやる。きっかけについて説明をしよう。
足場を広げるときに使える石の押し出し方の一つ。端っこなど真下に何もない場所まで石を押していこう。石と石を辺で引っ掛ければ足場を作ることができるぞ。どうだ、俺ってナイステクニシャンだろ。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。引き出し檻について説明をしよう。登ったのに上で詰まってしまったときは石を引いて降りていこう。階段を作りながら降りていけば一気に上まで登ることができるぞ。なんだそりゃ、お前は知ってた？いや、オーケー、覚えたコツは直ちに教えろよ。これは本部長命令だぜ。見つけた技はそこの記帳台にメモっておきますので、よかったらこまめに確認してくださいね。はあ、これどのぐらい続くんでしょうか。この踊り場があるということはこの先もあるのでしょうし、まさか明日も明後日もとか。二度あることはサンドウェッジ、さっき見つけたんだけどよ。モンスターだ、もじゃもじゃの毛が襲ってくる。目覚ませ、そんなのどこにも。いやもじゃ毛が喋った。は、さっき目の前にいた羊が落ちて、あの断末魔が耳から離れないんだよ。なら次はあんたが断末魔をあげるのか。ここにいても崩れて死ぬぞ。なんだあの石の動き、意味が分かんねえよ。どうしたらいいんだよ、あんた助けてくれよ。とにかくいろんな登り技を使って乗り切るしか。登り技ってなんだ、なんでもいい、教えてくれ。そうだな、だったらこういうのは役に立たないか。トルネードについて説明をしよう。複雑に石が積んであっても落ち着いて一つずつ引き出していこう。時には左右に移動して竜巻のようにうねって降りるのだ。階段を作ったら一気に登ってしまおう。うおー、そうやって登れんのかよ。あんたマジすげーな、もう少し行けるかもしれねえよ。あんたが教えてくれた登り方忘れないように復習してるんだ。こんな技だ。トルネードについて説明をしよう。複雑に石が時には左右階段を作ったら、俺もう少しやれそうな気。さっき見つけたんだけどよ。んだよ、おい、まず座りなって。来たね、迷える子羊さん。さあ次の質問だ。あんたの価値を僕に示してよ。おい、ふざけんな、一度でたくさんだ。たった一問で命の価値なんて測れるはずないだろう。ましてやあんたの未来は一つじゃない。第二問です。結婚とは人生の新たな幕開けですか、それとも墓場ですか。あんたそっちを選ぶんだ。なるほどね。ここは全体が巨大な聖堂でね、全部で8つの階層がある。待った、つまりそれゴールがあるってことか。
ただ最近は世界の変化も激しくてね。この先何が起きるかは保証できない。当たり前にあると思っていたものが急に失われるのはよく聞く話だろ。予感がするんだ。この世界始まって以来のとんでもないことが起きるんじゃないかって。先を気にしすぎても仕方ないか。すぐそこで恐ろしいものの声も聞こえるしね。さて準備はいいかい？よくねえよ。一体何が狂ってんだ、畜生。It's the killer. Do not die. Edge. よし、下を見てみろ。 Edge. Undo. Edge. Edge. よし、よし、ゲット。すごいな。ゲット。羽を使うと周囲の石をすべて普通の石に変えることができる。邪魔なひび割れた石や動かせない石を消し去ることができるぞ。よし、ちょっと、よし、ゲット。Undo. Undo.お困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。使っちまえ。エッジ、エッジ、フッ、エッジ、エッジ、フッ、と、エッジ。絶対に逃がさないから。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。はっ、よし、ふっ、よっ、ラッ、よっ、よっ、よし、ゲット。ラッ、逃げられないでよ。と、エッジ、エッジ、よっ、よし、ラッ、と、よし、なった。絶対逃げ切ってやる。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。アンドゥー、アンドゥー。こいつでどうだ。よし、エッジ、エッジ。Undo.
よし、と、キャー、エッグ、でも困った時はアンドゥをするのは良いかもしれません。アンドゥ、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 巻き戻すのも手ですよ。罪人監獄は終わりだ。軽々乗り切ったって感じじゃないか。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。昨日の約束通りあんたに面白いものを見せてあげるよ。これは遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。今日ごめんね。ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か。平気。お腹出てきたでしょう。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったらいやちょっともう一度運動すれば痩せるだろう。まあ
美しい思い出に少しは気が晴れたかい？自分が何を手放そうとしてるのか、よく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。結婚って必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてるつうかさ。けど君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってことだよな。よかった。一緒だね、私たち。大丈夫？ありがとう。優しいんだ。いや、これはその、ごめん。あと、俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。ちょ。どこ見てんの？見てない。嘘つき。この味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。やべえ、つかマジでやべえだろ。やばいって。何が？だからその出会ったばかりのおしべとめしべがって、何言ってんだ俺。はあ、ていうか、何、なんか問題でもあんの？これ、浮気だよな。まずいことになったな。けど、強引についてきたんだし。つか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから。そこんとこ誤解しないでね。いや、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？なんつうか、それについては不思議っていうか。何？こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。え？ごめんなさい、実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。では仕掛けといてずうずうしいか。じゃあ、またね。ちょっと待って。俺付き合ってる彼女が。これは事故でしょう。事故だ。
そりゃお前あれだ、一生に三度来るっつうモテキのラスイチノがついに来たってこった。モテキなの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は5年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。まバレたらそれも終わりだろうけどな。はあ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのは嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。はあ、マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。分かってんだよ。たっ、いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るか分かんねえんだから。それよりどうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや知らねえけど。夢で起こって死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって怖くない？あ？そんなん本人しかわかんなくね。おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？あんま寝れてねえからさ。お前。けどまあ、たかが一晩のことで真面目すぎんだよ。おい、聞いてんのか？聞けよ。知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。だけど、そんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つうかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか。きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。ちょ、違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、エリカさん。私のピンヒールって結構癖になると思うけど。ちょ、おい、エリカ。それよりあれ聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。何それ、女の呪い？あんたは関係ないでしょ。ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビ。鼻に詰めんぞ。いって。え、何？あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてるか分かんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。でどんな子なのよ相手。ああ、もう何でも運命的に可愛い子なんだとさ。適当言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいから、お前らこの話絶対に外で言うなよ。分かってるよ。そういや知ってる？あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。おめえもやべえんじゃねえの？
かけとくか、グラさん。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。ああそうだ、あんたが見つけた子、今日からピアノ弾いてもらうことにしたの。大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？ジュンク！あれ？なんすか？壊滅的だったな。そういうこと言わないの。一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノどうでしたか？うん、まあ、その、よかったぞ。ほら、やる気が感じられて。ありがとうございます。イメージではもっとパラランって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって。誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。ぐたっ。じゃあまた後で。おう。まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つうかあんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。それにしてもなんすか、変な奴に追われた美少女とぶつかるって。こんな安いドラマみたいな話ありえなくないですか。あったんだからしょうがねえだろう。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろう。医者はなんて。特に異常なし。一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。でヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで空いてたからな。手出すなよバカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれて。ね、バーで働いてもらうっての明暗だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、逆に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。まあ。自由に過ごしてみよう。四角ボタンでお酒が楽しめ、バツボタンで席を立てる。なおオプションズボタンで各種メニューが開けるぞ。コンフィグではパズルタイプや難易度なども変更できるので覚えておこう。あら、お客さん、とんでもないものを購入されているようですね。その進化はトイレの個室で発揮されるぞ。